こんにちは、小助です。先日ワークマンに行って何か面白いものはないかなと思ってね、いろいろチェックしていたら、なんとね、コーデュロイの防寒パンツを見つけました。僕ね、冬はコーデュロイのパンツ大好きでよく履くんですが、これね、カタログにも載っているので前からあったんですね。まあ、だけどね、全然気がつきませんでした。これね、何かというと、僕も去年から愛用していて、金属パーツをね、外す改造をしたストレッチマイクロウォームパンツ。そのカラーバリエーションの一つにコーデュロイブラックというのがあったんですね。今まで全然気がつきませんでしたね。コーデュロイが好きな僕としてはね、これは履いてみなきゃいけないということで買ってきました。実はこのストレッチマイクロウォームパンツはカラーによって素材がかなり違います。見ての通り、ダークグリーンはね、綿 98% でアウトドアなんかにも使えそうなんですが、今回買ってきたコーデュロイブラックは綿が使われていないんですね。インディゴブルーはレイヨンが使われていたり、ミックスホワイトはナイロンが使われていたりして、カラーによって履き心地はね、結構違います。で、サイズ感もやっぱりね、若干違うんですよね。この素材に関しては今年のモデルからで、去年のモデルはね、ダークグリーンもミックスブラックも同じ綿 98% でした。唯一ね、去年はインディゴブルーだけ綿の割合が低くて、でコーデュロイブラックは去年はなかったんですね。で、今年からこのコーデュロイブラックが増えたということで、新色というか素材が全然違うので、まあ、新製品に近いようなね、新しいカラーだと思います。今回のこのカラーは見ての通りね、表面がコーデュロイということで、縦縞みたいなね、ふわふわした素材になっています。冬はね、これあったかいんですよね。改めてね、このストレッチマイクロウォームパンツの特徴なんかを挙げるとこんな感じになっています。まず一つはね、厚手の生地で暖かいということ。そして裏地がフリースになっているので、これまたね、あったかいわけですね。そして圧倒的な耐久性とウェブサイトには書かれています。まあ、生地が厚いということもあるんでしょうね。ストレッチ素材になっていて、膝がムービングカットされているということもあって、動きやすいというのも特徴ですね。そして今年からは静電抑制加工がされているので、バチバチね、静電気が発生しにくくなっています。そしてこれはコーデュロイブラックのみの特徴ですが、今までのね、アウトドア風のデザインからちょっとね、やっぱり素材が変わることでカジュアルな感じになっています。価格は2900円で、今回買ってきたのは M サイズですね。去年も紹介しているので、今回はね、さらっとだけポケットをチェックしてみたいと思います。まず腰の左右についているポケットですが、 iPhone X はね、余裕で入りますね。そして長財布を入れてみると、長財布はね、なんとか入るという感じではないでしょうか。ちょっとね、隅の部分がはみ出るぐらいですね。入り口は大きいので出し入れはしやすいと思います。そして太もも部分にも左右あって、 iPhone X は余裕で入ります。そして長財布を入れてみると、長財布はね、ちょっと頭が出てしまいますね。3センチぐらいですかね、頭が出てしまうので、ちょっとこれは落とす可能性がありそうです。こっちはね、ファスナー付きのポケット、右の太ももはファスナー付きになっていて、サイズは基本的には変わらないです。 iPhone X はすっぽり入りますし、相変わらず長財布を入れるとちょっとね、頭がはみ出てしまいます。そして腰の左右のポケットにはサブポケット、シークレットポケットが付いていて、これはね、スマホが入るぐらいのサイズになっていますね。これ両方に付いているので、かなりね、便利に使えると思います。2ついっぺんにね、財布とスマホなんかを入れることもできますよね。そしてお尻にも左右ポケットが付いています。右はね、普通のポケットですね。 iPhone 入れるとすっぽり入るぐらいのサイズになっています。左はカバー付きでボタンも付いているんですが、両方ね、サイズは一緒で、長財布を入れるとね、意外と頭がはみ出ます。これもうちょっと深かったらいいのになという気がしますね。お尻の左のポケットに長財布を入れると、やっぱりね、同じぐらいはみ出ますよね。基本的な作りは今までのストレッチマイクロウォームパンツと一緒なんですが、まあ、唯一違うのがこの生地の表面の素材ですよね。コーデュロイになっています。こうやってね、伸ばしてみても、やっぱりね、生地が厚手というのは今までのストレッチマイクロウォームパンツと同じような気がします。まあ、こっちがね、綿 98% のダークグリーンのストレッチマイクロウォームパンツですね。こうやって見るとかなり雰囲気違いますよね。裏地はね、どっちも同じマイクロフリースになっています。まあ、このね、コーデュロイの方は新しいからですかね、ちょっとふわふわ感が増しているような気がしますが、まあ、使っていくとね、どっちも同じぐらいになるのかもしれないですね。それでは早速履いてみたいと思います。176センチ、62キロの僕がストレッチマイクロウォームパンツのコーデュロイブラック M サイズを履くとこんな感じになります。
サイズ的にはぴったりで、ダークグリーンと比べるとね、ちょっとね、小さいような感じはします。まあ、気のせいかもしれないんですが、若干ね、こうシュッとした印象がありますね。そして裾の長さもぴったりですね。調整しなくていいぐらいぴったりなサイズになっています。履いた感じはやっぱりね、少し柔らかい気がしますね。まあ、生地の違いなんだと思いますが、若干ね、こう柔らかい気がして、動きやすさもまあ似たようなもんなんですが、少しね、こう厚気が軽減されているのかなという気がします。まあ、気のせいかなっていうレベルですけどね。一番大きいのはやっぱりデザインですよね。こうやって履いてみた感じ、形は同じはずなんですが、アウトドア感みたいなのはほぼないと思います。まあ、右のね、太もものところのポケットにファスナーがついているので、これをね、少し手を加えて取ってあげると、よりカジュアルで待ち着にぴったりなデザインになるように思います。後ろから見るとこんな感じですね。全体的にこうシュッとしたね、シルエットになっていて、僕はね、かなり好みです。少し気になるのは、一番ね、こうアウトドア感のあるダークグリーンとの印象の違いですよね。一旦ね、ダークグリーンに履き替えてみようと思います。176cm、62kg の僕がダークグリーンのストレッチマイクロウォームパンツ M サイズを履くとこんな感じになります。1年履いてるというのもあるかもしれませんが、ちょっとねクタッとした感じというか、まあアウトドア的な感じはしますよね。で、うちにはねダークグリーンもあるんですが、ダークグリーンはねここまでこうアウトドア感みたいのは出ないんですよね。カーキという色がねもともとそういう印象はあるんだと思いますが、コーデュロイブラックはもうちょっとねこうシュッとしたシルエットで、タウンユース向けの待ち着として使いやすいデザインになっているんじゃないかなと思います。実際に履いて外を歩いて暖かさのチェックもしてみました。今日はねこのストレッチマイクロウォームパンツ、これのコーデュロイブラックをね履いてきています。どのぐらいね暖かいのか実際に外に出てテストしてみようと思います。で、今の外気温なんですが、今の外気温は見ての通りマイナス1度ですね。マイナス1度の外気温となっています。まあ、ちょっと履いている印象だとかなり暖かそうなんですが、まあ、この気温の中ね10分15分ぐらい外に出てどう感じるかというのをね、チェックしています。それじゃあ行きましょう。今日ね外気温がマイナス1度で太陽も出てるんですよね。まあ、そんなこともあってね、この黒いパンツはあったかい。全然あったかいです。マイナス1度ぐらいだったら微塵の寒さも感じさせない、まあ、そんなパンツですね。全く寒くない、まあ、天気がいいっていうのもねありますが、やっぱりこのパンツ自体ねかなりあったかいですね。で、やっぱりねこうやって歩いててもすごく動きやすいです。ストレッチするので割とこうピシッとしてる感じなんですが、動きにくさみたいなのはほとんど感じませんし、生地自体も結構分厚いので保温性はかなり高めですね。いやーこれいいね、すごい気に入ったデザインもいいですしね。で、今ね少し風吹いてるんですが、やっぱりね生地が分厚いっていうこともあって、こうあんまり風通さないですね。もちろんこの防風性能があるわけではないはずなので、防風性能付きのものに比べると多少劣るはずなんですが、かなりこう冷たい風が吹いているものの、全くねこうスースーした感じとか寒さは感じないです。外気温がマイナス1度ぐらいであればもう全然大丈夫だね。で、もちろん暖かさで言うと、この前履いたねエアロストレッチクライミングパンツ、あれにはやっぱりあれはもうモコモコした中綿入りなんで、あれには劣るんですが、でもこれでもね十分だよね。北海道の冬でも十分に通用するレベルの暖かいパンツだと思います。で、綿素材のカーキのね、家にいる時に着てたカーキのタイプに比べるとやっぱりちょっとねサイズがピシッとしてる感じがあるので、ゆとりがあるパンツの方がパンツの中にね空気の層ができるので暖かいじゃないですか。で、ピシッとしている分こう外気が直接伝わりやすくはなっているので、まあ、どっちあったかいかって言われるとやっぱりゆとりあるパンツの方があったかいと思います。なんでこれ買うときねワンサイズ大きくてもいいかもしれませんね。 L でも良かったかもしれない。シュッとしたシルエットを重視するんならワンサイズちっちゃい方が、まあ、このね M サイズの方が僕にはぴったりかなと。まあ、ちょっとね15分くらい歩いてみて
もうちょっと暖かさもチェックしたいと思います。15分ぐらいね履いてみたんですが、マイナス1度だと暖かさは十分、全く寒くないと思います。外気温もねほとんど、まあ、多少ねこう外気温が伝わってはくるものの、まあ、寒いというレベルでは全くないですし、十分あったかいパンツかなと。でもうちょっとねこう保温性を高くしたければ、ワンサイズ大きいのにすると空気の層ができてね、よりね保温性は高くなるんじゃないかと思います。で僕が気に入っているのは何といってもこのデザインですね。コーデュロイで、しかもねこうスッと細身なのでシルエットが僕の好みです。でしかも暖かさは今までのストレッチマイクロウォームパンツとほとんど変わらないということで、かなりねタウンユース向きのパンツじゃないかなと、そんな風に思います。アウトドア風が好きな人はね今までの使ってもいいと思いますし、もうちょっとねこうカジュアルな感じにしたいということであれば、このコーデュロイタイプすごくいいのではないかと。まあ、ただしね当然ながら綿ではないので耐久性は落ちますから、まあ、その点だけね気をつけて使う必要があるのかなと思います。例えばね僕の場合、今までね綿素材のストレッチマイクロウォームパンツは外での作業なんかにも使っていたんですが、これはちょっと使えないですよね。まあ、多分こう膝すったりすると溶けてしまったりするので、そういう使い方はねできないと思うので、基本的にはタウンユース、街着向けのパンツではないかと思います。いやあったかいしね、デザインもいいし、かなり気に入っております。ポケットがねもうちょっと大きくて財布なんかが飛び出なければ、まあ、完璧だったかなと、まあ、そんな感じはしますね。その後ねもうちょっと寒いところでテストしてみたいと思って、別の製品のテスト動画を撮るときにこのコーデュロイブラックのパンツ履いてみました。今外気温ね違う製品のテストでマイナス13度の中歩いておりますが、そんなに寒くないですね。ピリピリ足が痛くなるようなことはないです。これすごいねあったかいですよ。というわけでね、さすがにマイナス13度だと、まあ、暖かいというほどではないんですが、ピリピリ痛いほど寒くなるようなことはなかったです。なかなかね優秀なパンツではないでしょうか。暖かさ的には他のねストレッチマイクロウォームパンツとそんなにね大差はないかなと。大きな違いはやっぱり見た目、デザインですよね。よりカジュアルな感じになって、表面の生地がこうもさっとねした感じになっているので、まあ、柔らかい印象があるように思います。ここ数日履いているんですが、全部ね金属を外して履いているんですけど、動きやすいし履き心地もいいし、あったかいしてねなかなか気に入っています。まあ、もちろん撥水機能はないので濡れそうな時は別のパンツ履いたりするんですが、結構ね利用頻度多くなりそうですね。デザインが何より僕の好みです。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。